ドン・キホーテにはポップを作る専門の職人さんがいるリアルゴールドにブラックライトを当てると光るエベレストは昔はもっと高く 標高一万五千メートルほどあったと考えられている。フィギュアスケートのフィギュアとは、英語で図形という意味。もともと華麗に踊るスポーツではなく、氷の上にどれだけ綺麗に図形を描くことができるか。 というスポーツであった「ドラえもんの声」でおなじみ大山信代は「太陽にほえろ」の脚本家であった。 ビールの泡はビールと言えるのかどうかを裁判で争ったことがある青い目をした白猫は三、四割が耳が聞こえない夫愛の白猫でも青い目の方だけ耳が聞こえないこともあるそうだ パトカーや白バイも交通違反切符を切られる。ブラックホールに落ちたら次第に時間が引き延ばされていき、地上の地平線と呼ばれる光さえ脱出できない領域に達したときに、 タッと時間が止まる。実際はそこに到達する前にバラバラに分解されるというピアスの穴を開けるとスポーツが下手になると言われている。 プロ野球で、何らかの理由で審判が試合に間に合わなかった場合試合協定事項にのっとってその試合をすることになる両チームの選手コーチから審判を出して試合をすることになるサボるという言葉は フランス語のサボタージュから来ている「サという名前は身が裂けやすいことに由来しているある武器を湿気から守るための放送フィルムを レタスを包んで使ってみると便利だったことから食品包装用ラップとして発売されることになった。この発案者の二人の名前、サラとアンからサランラップという商品名が生まれた。 デジタル体温計で正確に測る方法は、10分ほど時間をかけること。1、2分で測定が終わる体温計は、予測式体温計といい、体温を測って10分以上で最高温度に達することが多いため、デジタル体温計で正確に測るためには、 10分ほど必要である性的に刺激の強い映画「カリギュラ」がボストンで上映禁止になったがその結果他の町まで出向いて映画を見る人が増えたことから人は禁止されるほど そのものもに興味を持ってしまうという現象をカリギュラ現象と呼ぶようになったヒグマは狩りの成功率がたったの10%で獲物を見つけるため一日に約 50km 分の距離を歩き回っている。 葬式の方法で異界を宇宙に巻く宇宙層がある。居眠りしている時に反射的に体がビクッと動く現象の名前はジャーキングである。 ホラー映画リングのテーマ曲は来るきっと来るという風に聞こえるが正しくはおうきっと来るである猫の舌で甘みを感じることは 不可能である。現在の日本の地域区分、都道府県の歴史は、明治時代からである。最初に設置されたのは、府県と呼ばれた八つの地域で、その後、都や道が加わり、 次第に現在の形へと変化したアスナロ白書などで使われるアスナロとは植物であるヒノキに似ているがそれほどは大きくならない特徴からアスにはヒノキになろうとしているという意味が込められて 明日などと呼ばれるようになった成長意欲を持つ言葉として団体名などにもよく用いられる野球のバックスクリーンに観客を入れない理由はピッチャーが投げたボールが。 バッターや審判に見えやすくするためであるギリシャの国家は158番まである白バイは昭和11年まで。 赤色であった。「図書館には本棚に並んでいて手に取ることができる閲覧可能な本のほかに貴重な本や古くて借りられにくくなった本が収蔵されている閉花書庫というものがある。 一般の人は中には入れないがこの閉花書庫に保管されている本の数はとても多く図書館によっては8割以上の本が閉花書庫に置かれているチャップリンは 本人のものまね大会にお忍びで出場して2位であったソフトボールはもともとは屋内スポーツであった囲碁の碁石の個数は 黒が百八十一個なのに対して、白は百八十個が基準である。これは、囲碁の旋盤が黒石を使うため、すべてのマス目を埋めるには、黒が一つ多くなるためである。 中南米の先住民の言葉でアボカドは抗がんの意味もあり欧州では弁護士という意味もある電気店で並んでいるテレビは流通過程にある商品のため 何台あっても NHK の受信料は一切払わなくていいが観光バスに備え付けてあるテレビは商用で使われているため一台ごとに受信料を払っている計算上 普通のコピー用紙の厚さの紙を43回半分に折ると月に届く高さになるマクドナルドのロゴマークは頭文字の M をかたどったものではなく シカゴ郊外に開いた一号店の店舗デザインに黄色いオブジェをあしらったことから、このオブジェはゴールデンアーチと呼ばれ、ロゴマークもその名前を踏襲している。 ブログの正式名称はウェブログであるピカチュウの鳴き声はピカチュウというがその鳴き声はアニメの中だけでゲームの中では キシャーという獣のような声であった。2013年発売、ポケットモンスター XY で、ピカチュウだけがアニメの声に統一されることとなった。これは、全世界で放映されているピカチュウの声だけは、すべて大谷育恵さんが担当しているため、可能なことだったのだ。 人間の遺産は天気を剥がすほど強力であるテレビ朝日の長寿番組「題名のない音楽会」はもともと TBS との契約を打ち切られ テレビ出演がなくなった東京交響楽団に活躍の場を与えるために作られた番組である「二つ返事で答える」の意味「快諾する」の意味であるが 二回返事することがマイナスなのではと、一つ返事という言葉を使う人が四十パーセントいるとされている。しかし日本語には、一つ返事という言葉は存在しない。 ある数を思い浮かべ、3を足し、2倍し、4を引き、2で割り、はじめに考えた数を引くと、最終的な答えが1になる。 犬の社会は縦社会で年寄りを敬う食べ物の風味の8割が匂いでできている鼻が詰まっていると味がしないのはそのためである 日本を日本と呼び始めてまだ1300年しか経っていない目黒駅は目黒区になく品川区にある。 王様ペンギンは親よりもヒナの方が大きいだんだんとヒナがスリムになっていくのだ世界一高価なコーヒーは野生のジャコネコの糞から得られる。 滑らかでチョコレートの香りがすると言われているガチャピンにはモデルがいる。 曲が頭から離れない現象をイヤーワーム現象という消防車はヤフオクで購入することができる。 白イルカは年に一回命がけで脱皮をする新しい皮膚へと衣替えするとき海底の砂利に体をこすりつけて剥がすこれに夢中になりすぎると浅瀬に取り残され北極熊グマに食べられてしまうことがあるのだ ブチハイエナは、オスよりメスの方が体が大きく、筋力も上で、狩りはメスだけで行う。群れでは常にメスがリーダーで、オスはリーダーになれず、メスよりも地位が低い。 歌番組で歌詞のテロップが出るようになったのは桑田佳祐からである視聴者から「何と歌っているのかわからない」という苦情が殺到したため「アイスクリームにチョコ」 生クリーム、果物が添えられたデザートが考案された時これ以上完全なデザートを作ることはできないということでフランス語で「完全」を意味する「パフェ」と命名されたのび太と キテレツ君の関係はいとこである高知県には漫画神社という神社がある東京に 人口最小の村青ヶ島村があるコンサート会場で一番音が良いのは真ん中より少し後ろの席である 電車の信号トラブルというのは痴漢が出たという暗黙の了解である馬や牛も軽車両の分類である。 ドラえもんの妹ドラミは大学の教授である「村八部」とは村人の中で規律に違反したものを仲間外れにして付き合わないようにしたことから生まれたが なぜ村重部ではないのかというと火事と葬式の時だけは例外としていたためである首都高速などを取り締まる高速パトカーの隊員は非常に高いドライビングテクニックを持っているがその訓練場所は F1 などで有名な鈴鹿サーキットである天井がない軽トラックはリンゴや梨などの果樹園で活躍する。 大型バスで窓が開くタイプと開かないタイプがある。それは補助席があるかどうかで決まる。補助席があると事故などが起きた時逃げるのに通路にある補助席が邪魔になって逃げ遅れる可能性が高い。そのため補助席がある場合は 脱出しやすいように窓が開くようにしなければならないと国土交通省の車両保安基準によって定められているのだ軍手の正式名称は「軍用手袋」である。 リンカーンはホワイトハウス内に4匹の猫を飼っていた刀は世界で一番切れ味の鋭い刃物と言われている。 ルビーとサファイアは同じ石赤をルビーそれ以外をサファイアと言っているジョギングは健康にいいという本を書いた人はジョギング中に死亡した 警察は身の代金などに使うために偽札を製造している名前以外は思い出せる現象を「ベイカー・ベイカー・パラドックス」という。 マクドナルドのハンバーガーの原価は45円であるよく売っている北海道の形がついているあのチーズの蒸しパンを冷蔵庫に入れると凍らずに チーズケーキになるスタバの抹茶ティーラテは半分がお湯であるそのためオールミルクといってカスタムするととてもおいしくなるそうだ追加料金はない パウダー多めでというと、濃くて美味しい抹茶ティーラテが飲めるとのこと。帽子をかぶると剥げるは科学的に証明されていない。 タンポポの根を洗って切っていったものでコーヒーの代用になる最新のハサミにはベルヌーイの螺旋が応用されているベルヌーイの螺旋とは オウムガイの殻や台風の渦などの形状これを使うことで歯のどの部分でも同じように切ることができるチーズに含まれるカルシウムは体内での吸収率がよく 牛乳に含まれるカルシウムより効果的に摂取できる医者や看護師は脈拍を測る時同時に呼吸数も数えている。 読書の習慣がある人はストレスを感じた時ハーブティーを飲むより小説や漫画を読んだ方がストレスが軽減されるという研究結果がある世界で最も多く飼育されている家畜は 鶏である。世界で初めて撮影された写真には人は写っていないコーラの茶色は着色料によるものである。 トマトの発祥は、イタリアのナポリである。高貴な雰囲気で店などに入りづらいことを、敷居が高い、と使う人が多いが、それは御用であり、相手に過去に不義理なことをして生きづらい。 といいう意味が正しい「日本人の多くがイメージする広大なサラサラとした砂地が広がる砂漠は正しくは山水に少ないと書いて砂という漢字を使う」。 砂の方の砂漠が日本人に浸透したのは山水の方が東洋漢字に登録されていなかったためであるダチョウの目は非常に大きく一つあたりゴルフボールほどの大きさであるまた 左右の目の位置が違うため視界は360度あると言われるハムスターは自分の体重の2倍以上の食料を備蓄することができる 現在の日本の国旗日の丸は明治時代に日本の元老院であった貴族院によって制定されたルパンのカリオストロの城で銭形が乗っているパトカーは 埼玉県警と書いてあるスカイプの音声サービスの中の人は名探偵コナンの服部平次と同じ人である一万円札の福沢諭吉は 年齢が56歳の時のものである。ウェブでエラーが起きた時、400番はアドレスのミス、401番はパスワードミス、404番はページがない、500番はプログラムのミス、 503番はサーバーが混み合っているかメンテナンス中である。ハロウィンはハローイブがなまったもので、このイブはクリスマスと同様、前日という意味である。 一瞬でやる気を出す方法。椅子に座り、目を閉じて、両手を膝の上に置く。右手を軽く握り、深く呼吸をしながら、大好物のものの香り、味、見た目を思い出す。それを30秒間。すると、 ドーパミンが分泌されドリンク剤よりもよっぽどやる気が出るのだそうだ家庭で使うガスにはガス漏れを知らせるためにわざと嫌な匂いをつけているがその匂いのつけ方の基準は 全国で統一されていないため地域によって多少匂いが異なる人間は青色で書いてある文字を記憶しやすいためテスト前に覚えたい単語があれば青色で書くといい 母音が A で終わる名前の人は、恋愛においてきつい性格、真の強い人が多い傾向がある。母音が愛の人は、竹を割ったような性格、爽やかで素直な人が多い。U はネクラな性格や恋愛感情を表に出さない人が多い。E は頑張りや、 努力家が多い。王は優しく。癒し系が多い。平成三年に十円から二十円に値段が上がったチロルチョコ。サイズが大きくなったチロルチョコだが、その理由は、 コンビニで売れるようにバーコードを貼り付けるスペースを作ったためである世界初一卵性ソーセージの犬は2016年に偶然発見された人間以外の動物では 製ソーセージはほとんどないと言われていた自動販売機の下にお金が落ちている確率は10%である新聞の天気図は 10月末までと11月1日からで使われている地図が異なるアニメ「ルパン三世」ではモデルガンを参考にして拳銃を描いていたがある時 MGC という会社名まで書き写してしまったため 登場人物の持っている拳銃がモデルガンメーカー製作のものになってしまったことがあるタクシーがバックしても料金はかかる。 アニメ一休んで、足利将軍義満の片腕として登場する新衛門さんは、実在した人物であり、K-1 ファイターとして活躍していた、武武選手は、その子孫である。 飛行機の中でそばとピーナッツはアレルギー予防のために提供されない男性の喫煙率ランキング第1位は青森県である。 ドラえもんには、安尾春尾というモブキャラがおり、実は漫画では、出来すぎくんよりも登場回数が多い。また、ドラえもんの第一回放送時には、ジャイアン・スネを静かに加え、 一人だけ野球帽をかぶった無口な少年が仲間として登場するが、その少年については謎に包まれている。力士の頭に言う曲げ。あれは土俵の下に落ちた時に、 頭を保護する役目があると言われている女子十二学坊のメンバーの数は十二人ではなく十三人である「猫に鎖骨はない」。 弱火は正しくは弱火ではなくとろ火と読むカニみそはカニの脳味噌ではなく肝臓と膵臓である。 青森県県から山口県まで、本州を陸から通るときに必ず通らなければならない都道府県は兵庫県のみである江戸時代の死刑の基準はとても厳しく現金だけでなく 重量相当のものを盗んでも同罪とされた。重量の価値はだいたい江戸時代初期で百万円である。現在のマサイ族の大半が携帯電話を持っている。 日本に隕石が落ちたとき、その所有権は地面に埋まっているときと地上にあるときで違う。地面に埋まっているときは土地の所有者のものとなり、埋まっていないときは最初に見つけた人のものとなる。 映画館の入ったビルで、父親が薬屋を経営していた、ラッソロモン青年は、店の中でレコード販売することを思いつく。それが繁盛したため、薬屋からレコード店に倉替えすることになったのだが、映画館の名前がタワーシアターであったため、 レコード店の名前をタワーレコードとした静岡県ではイルカ肉が売られている汗もができたら ゴーヤを煮出してお風呂に入れて入ると汗もがなくなる日本の元号は絶え間なく続いているように思われるが実は一番最初の大火とその次の白地の後は断絶している。 断絶から三十二年後、首長という元号により、元号制度が復活したが、天皇の崩御により、わずか四十五日間だけの元号となった。さらに、十五年後の七百一年に、大砲で元号が復活する。 地図に書かれている海は満潮時のものである男と女ではへその位置が違う。 簡易的な建物として建てられるプレハブはプリファブリケイティッド事前に製作されたという言葉の略である日本人に読みやすく書きやすいようにプレハブではなくプレハブになったとされる世界中の すべての人と会話しようとすれば一人当たり0.5秒足らずで100年かかるイギリスのサッカー代表は歴史的経緯からイングランドスコットランドウェールズ北アイルランドの 4チームに分かれているワールドカップで4チームが同時に出場したのは1958年のスウェーデン大会のみで当時の全出場国16カ国のうち4国に一つがイギリスという事態になったのだ。 貧乏ゆすりはストレス過剰。爪を噛むのは精神的自立欠乏。髪をいじるのは守ってほしい、甘えたい。筆記用具をいじるは批判、防御意識がある。口元を手で覆うのは秘密主義。腕組みをするのは保守的、権威に弱い。 机の上で両手を組むのはプライドが高い。スーパーやデパ地下など、夕方になると、総菜やお弁当に、2割引き、30%オフなどのラベルが貼られるが、これらは大抵。 数箇所の切り込みが入っている。剥がそうとするとすぐに破れる。この目的はラベルの貼り替えによる犯罪防止である。日本のサザエは2017年まで学名がなかった。 高校野球には敗者復活戦があった現在日本人が捕鯨をすると欧米人の反感を買うが日本を開国されたペリー率いる黒船の一団が日本に来た大きな目的は 捕鯨をするるためである「当然」という意味の当たり前の語源は「当然」という漢字の「善」を「前後の善」と書き間違えたことからとされている。 「トイレの神様」というヒット曲があるが日本には古くから女の子をかたどった折り紙や人形花などをトイレに供える風習があった学校の階段でおなじみの「トイレの花子さんは」はこれで備えていたものから話が膨らみ 話が広がっていったのだとされているイカの足と言われているものは足ではなく腕赤ちゃんは車のエンジン音で泣き止む という実験結果がある欧米では玄関のドアは内開きだが日本の場合ほとんど外開きであるこれは日本の玄関には靴を置くスペースがあるため 内開きだと靴が邪魔になりうまく開閉できなくなってしまうためである車のナンバープレートには使われない文字があるドン・キホーテは シンガポールに進出したが、店名を覚えやすくしてもらうために、どんどんどんきという名前にしている。ペンギンはもともと別の鳥の名前であった。 江戸時代には将軍のおしっこ入れを持つだけの役職があった。リンカーン大統領の秘書の名前はケネディで、ケネディ大統領の秘書の名前はリンカーンである。 人間の腹筋は本来はもともと割れているファスナーは左右どちらから開けることもできるが女性用衣服は左から男性用は右から開く構造になっている。 猫という漢字の右側が苗になっているのは苗の中国語の発音が病であり猫の鳴き声に似ているからとされるウミガメは一度の産卵で 最大二百個以上の卵を産むことができる。有明アリーナは屋根が反り返った特徴的な外観であるが、これは施設内の体積を減らし空調効果を高めるためである。 1894年過去に一度だけ国会は東京ではなく広島で開催された国技とは国家機関がその国を象徴するスポーツであると正式に定めているものを指し 法律的に国技を定めているのは12カ国しかない日本は国技を定めていないため相撲は国技とは言えないジャイアントパンダは肉食動物であるが食事の99%は 竹である一日あたり約 20kg の竹を食べさらに一日中竹を探して食べるために移動する第一次世界大戦中徳島県の坂東不慮収容所で ドイツ人捕虜により、ベートーベンの大工が演奏されたことがきっかけとなり、年末に大工を演奏する風習ができた。輸入の本来の正しい読み方は、主入である。福沢諭吉の輸の字と、 文字が似ているため、言うという読み方が定着してしまった。熱造の本来の正しい読み方は、熱造、ではなく、列造、でっちあげるを漢字で表記すると、 鉄造の「鉄」を用いて「でっち上げる」と書くことから「鉄」と読むことがわかる競馬の馬券がそのレースで誰も当たらなかった場合100円馬券につき70円返還される制度がある。 しかしこれは1973年以降一度も起きていないレアケースであるティッシュの消費量世界一は日本である年間47万トンも消費され一人当たりに換算すると 年に平均18箱のティッシュペーパーを使用している計算になる。令和で初めて「令」という字が元号に使用されることになったが江戸時代末期の元号制定の際に一度「霊徳」という元号が候補に上がったことがある。 しかし徳川家の地位が危ぶまれていた時期に徳川の徳が含まれていることに難色が示され源氏という言語に落ち着いた現在販売されているカップラーメンには上級と標準の2種類がある 必ずどちらかがパッケージに記載されているこの違いは麺に対する火薬の量で火薬が麺の重量の15%以上だと上級それ以下だと標準となるキリンの首には たまに雷が落ちる最近養殖などで使われ始めたバジルであるが日本に自生するはずのないバジルの花粉が弥生時代の遺跡から発見されておりこの時代に海外から運ばれてきたと考えられている。 太る原因のほとんどが夕食の食べ過ぎである。東欧朝時代の中国の詩人、徒歩の死因は牛肉の食べ過ぎである。 神聖ローマ帝国、ローマとついているため、イタリアを中心とした国家と思われがちであるが、このローマとは、ローマ教皇に支持された皇帝という宗教的な意味合いが強く、イタリアではなく、現在のドイツを中心に栄えた国である。 ドッグフードはお米屋さんで販売されていた広島にはウサギだけが住むウサギ島がある昭和という元号は 新元号を決める際第二候補で、第一候補は、公選の公に文脈の文で、公文というものであった。しかし、政府が発表する前に新聞が報じてしまったため、急遽第二候補の昭和に切り替えられた。 アナウンサーは、十分ではなく、十分と発音する。クリスマスは、キリストの誕生日というのが一般的だが、キリストが何月何日に生まれたのかは、一切不明である。 聖ニコラスの風習と合体し、十二月二十五日に落ち着いた。聖書の記述によると、キリストが生まれた時の宿をしていた、とあるため、冬ではないと言われる。テレビなどのプラグを差し込むコンセント。 このコンセントという言葉は、電気技術者の小林さんという方が命名したもので、日本以外の国では通用しない言葉である。砂漠に生息するカタツムリは、最大三年間、何も食べずに眠り続けることができる。 偉人として伝わる野口秀夫は、女と酒とギャンブルにだらしなく、研究費や婚約支度金、留学費など、遊びで使い切ってしまう性格の持ち主であった。視力測定のあれは、 ランドルト缶という宝石に使われるトルコ石の産地は主にシナイ半島とイランでトルコではほとんど取れない株の葉の栄養価は 野菜の中でもトップクラスである昔遊郭ではドラを鳴らしてお客を呼び込んでいたそこからドラをつくと金をつくを引っ掛けて遊びまくる息子のことをドラ息子と呼ぶようになった シンデレラは人を殺したことがある小型機を見たらセスナ機と呼んでしまう人が多いがセスナとはセスナ社が作った飛行機だけを指す。 アイアイはマダガスカルで悪魔の化身として好かれていないゆで卵の頭とお尻にひびを入れ勢いよく水道の水を流し込むときれいに皮がむける。 毎年の流行色は会議によって決められる。震度とは地震によるある地点の揺れの強さを示すのに対しマグニチュードは地震の総エネルギーを表すものである。マグニチュードが一増えると 地震のエネルギーは約三十二倍になる。忍者と呼ばれるようになったのは昭和に入ってからである。戦国時代は突破、すっぱ、ラッパ、忍辟、草、鍵、採作など、 集団により呼び名が違った。夜、コンビニの前を通ると、コンビニは他のお店に比べ、明るい感じを受ける。この一つの理由として、蛍光灯の向きがある。コンビニの蛍光灯は、 窓に対して平行に取り付けてある。垂直に取り付けると蛍光灯の間の暗さが外からわかり、暗い印象を与えてしまうためである。ミラノフードリアは日本が発祥である。 タコの足は八本、イカは十本、オウムガイは九十本である。しゃっくりは人差し指を耳に入れ、三十秒から一分程度待てば止まる。これは医学的根拠のある方法である。 過去7年間にわたる地球の時点速度のずれを解消するためにグリニッジ標準時の31日午後11時59分59秒に世界各地の原子時計は1秒を追加されるため2006年元旦は1日が24時間1秒となった ドラえもんの身長は129.3センチメートル。スリーサイズもすべて129.3センチメートルで、体重も129.3キログラム。最高速度は時速129.3キロメートルと、意外に俊足である。 彼岸花は、葉と花が一緒にあることはないことから、葉は花を思い、花は葉を思う、という意味で、創始花と呼ばれる。花言葉は、思うあなた一人、また会う日を楽しみに、である。 ジャンボジェットの塗装に使われるペンキの量は800リットルでおよそ2000万円かかる。全然いい、全然大丈夫は御用ではない。全然は否定を伴うと 誤解釈され始めたのは昭和20年代と古く昭和10年代には辞書や文献で広く「前々プラス皇帝で使われていた「アルマジロの9割は丸くならない丸くなるのは 二十種中二種のみであるキャベツは人間の血液型でいうと O 型である日本は 日本と日本の二通り読めるが本来正しいとされているのは日本で医療機関などにもこちらで届けてあるしかし現実にはどちらを使っても間違っているとは言えない手や足の 聞き手聞き足と同じように目にも効き目がある。カビキラーを使ってもカビは落ちない。カビを脱色してしまうだけである。 ライオンには虫歯がない。おはようからおやすみまで暮らしを見つめる。でおなじみのライオン株式会社の粉歯磨き、ライオン歯磨きの由来はそこからである。折り紙の金色は銀色の折り紙の上に、 オレンジ色を塗っているだけである東京都葛飾区亀有は昔亀なしであった一万円札の福沢諭吉は 年齢が56歳の時のものである。じゃんけんで最初にパーを出せば60%の確率で勝つことができる。 ルパン三世の銭形警部の名前は光一である「桃太郎」には続編がある「ラスボス」でグーグル検索すると 画像の一番トップに小林幸子が出てくるビニール袋に水を入れるとライターの火で炙っても溶けない天気予報の177は昔。 大隈重信の自宅の電話番号であったエベレストでは下山の際に8キログラムのゴミを持ち帰ることが義務付けられている掛け算の九九には 割りバージョンが存在するトランプが52枚なのは1年が52週間であることを示しているダイヤが春ハートが夏クラブが秋スペードが冬の四季を指しており カードの数字をすべて足すと364となるそこにジョーカーを1として足すと3651年の日数となるのだ徳島県は学習塾件数が全国1位である 箱根登山電車は急斜面のため車輪に水をまく車輪とレールの間に水をまきながら走行している日本の効果はどんなに強力な磁石にもくっつかないこれは悪用防止のためである 道路標識の〇市までキロメートルというプレートは市役所や町役場までの距離を示しているトラは狩りが下手である捕獲の確率はチーターで40%から50% 群れで狩るライオンで20%から30%トラは10%ほど自然界でのチャンスはせいぜい1日12回獲物に感づかれずに発見できなければ忍び寄ることもできないのが現実であるアバンチュールの語源 恋の日遊びや不倫などのどちらかというと非道徳的な使われ方をするアバンチュール本来は英語のアドベンチャーと同じ意味の単語でフランス語では冒険という意味であるゆずこしょうに 胡椒は入っていないチョウザメはサメではない非常口の誘導灯が緑色なのは炎と煙の中で。 緑が最も目立つ色だからである。このマークは日本で生まれ、その後世界標準となった。クジラは眼球を動かすことができない。横を見るときは、その巨体を動かさねばならないのだ。 海外から日本に訪れた人は空港で必ず入国審査場を通るがそこには英語でフォーリナーイコール外国人と書いてあるしかし1990年までは同じく外国人を意味するエイリアンズと書かれていた なぜ変更されたかというと1979年に公開され大ヒットした映画「エイリアン」のイメージが強烈で外国人に不評だったためである打ち上げ花火が Q となる理由は キューという音を出すために笛がつけられているのだ北極と南極では陸地がある分だけ標高がある南極の方が最低気温が低い。 鉛筆にはもともと製図をする人用に硬さをレベル化した H と画家用に濃さをレベル化した B という全く別軸のグレードが用意されたが両方を兼ね備えた HB が生まれると H と B は同軸上の連続したグレードへと変わってしまったという経緯がある。 ネクラな性格という言葉は日本で一般には使われておらず80年代のラジオから使われ始めタモリがテレビで使ったことで世の中に浸透させた言葉と言われている。 タイヤメーカーのブリジストンは創始者の石橋さんを英訳して橋をブリッジ石をストーンでブリジストンとなった寝る前に足の裏にサロンパスを貼ると 足の疲れやむくみが取れる。足の裏は体の末端に当たるため、刺激すると全身の血行が良くなり、安眠やすっきりした目覚めができるとのことだ。しかし、医薬品は、正しい用法、用量、使用部位に使わなくてはならない。 リポビタンデーの CM では、険しい山の中で、二人の男が手を掴んで助け合うシーンが有名であるが、リポビタンデーを飲んでからこのシーンを映してしまうと、薬の効能でパワーが増幅するという誤解を与えてしまい、薬事法に抵触する恐れがあるため、 必ず最後に飲むシーンが映されているコーヒーを連続で60杯飲み続けるとカフェイン中毒で死亡する 植物にも血液型がある新製品のテスト販売が行われる件大阪で流行ったものが東京では全く売れないということもある新製品そのため企業はあらかじめ テスト販売を静岡県で行う。この理由は、静岡には川と山と海があり、気候も四季がはっきりしており、全国平均に近く、あまり新製品に積極的ではないと言われる県民性のため、静岡で売れたものは、全国で売れるという法則があるためである。 痩せたい時は腹筋よりスクワットの方が効果的下半身の方が筋肉量も消費エネルギーが大きく筋肉が増えた時の基礎代謝が増すため効率的にウエストが細くなる同じ筋肉量を増やすのに必要な運動量を比較すると 腹筋500回はスクワット15回にもなるというテニスやゴルフなどのスポーツ用品メーカーヨネックスは新潟県で米山市が創業した米山木工所でもともとは漁業用の木製の浮きを製造していた。 バドミントン用のラケットの製造をきっかけに、社名を米山ラケットに変更し、国際化を睨んでヨネックスに称号を変更したのだそうだ。鉛筆と消しゴムをつなぐ金色のあれは、 ペルールという飛行機の機体が白い一番の理由は白が一番安いためである全身麻酔が効く仕組みは いまだに解明されていない薬指の語源五本の指の中で最も動かしにくく使われる頻度が少ないため一番清潔であるとされていたため薬を塗るときに使われたことから薬指 と呼ばれるようになった戦場で戦死した人の半分以上が味方に撃たれて死亡している小学1年生で習う漢字のうち 最も画数が多いのは森である。象の足の裏はとても敏感で、通り道に気になるものがないか、鼻で確かめて足を振り下ろす場所を決めている。 耳の中にも筋肉がある。音の大きさを調節する機能がある。カメはお尻でも呼吸ができる。口だけでなくお尻の排泄口にある。 粘膜の毛細血管から酸素を吸収できるのだそうだカルピスの乳酸菌は滅菌済みである夜空に浮かぶ星は実際にはもう。 存在していない可能性がある。日本で指がない人はヤクザと連想されるが、ロシアで指がない人は、大体、工場で指を落とした人である。 白爪草に代表される爪草類。元は爪草という意味で、江戸時代、ガラス製品の輸入の際に干渉剤として使われていた。 国際的人気キャラでおなじみのミッキー。日本だけでなく、海外でもディズニーランドで登場するが、実は海外と時間を調節しており、世界に一体しかその場に現れない。ディズニーランドで登場した場合は、他の国のディズニーには存在していないのだ。 爪でわかる健康状態。爪に、丸、ま、ではない白い反転があるときは、神経の疲れ。黒い縦筋があるときは、内臓疾患の疑い。黒い反転があるときは、体力の消耗。横に段がついているときは、 栄養状態の低下または心理ショック縦に筋がある時は喉や肺に不調または身も心もぐったりと疲れている状態三匹の子豚はもともと襲ってきた狼を 小豚が食べる話であった。マクドナルドはフランスでマクドと呼ばれているウルトラマンに。 経費節約のためゴジラがレンタルされ怪獣で使われたことがあるニュースの手越しが走れメロス役で出ていたマッチの CM メロスの家の撮影場所はピース又吉の祖母の家である。 トルコで発見された世界最古の剣は隕石から取れた鉄でできている老舗は一般的には老婆ではなく老舗と読むのが正しいとされるが国語辞書や漢字検定では 老歩でも正しいとされている緑茶には体を冷やす効果があるサは目が悪く。 周囲のことはあまりよく見えていない。野生では自分から車に近づいておきながら、突然驚いて逃げることもあるのだそうだ。ツナは英語、シーチキンは日本語である。 家具の裏面にカビが生えている場合裏面全体にニスを塗るとその後一切カビが生えなくなる世界の大学の入試試験の難しさランキングで東京大学は 百位圏外である日本人の頭髪は調査が行われている国の中では最も左巻きが多いアマゾン川にいる。 アベコベガエルは成長すると小さくなる。ロダンの彫刻、考える人は地獄を見下ろしている。 ブックオフとハードオフは全くの別会社でハードオフの社長がブックオフに惚れ込んで似たデザインを使わせてもらっている犬は人間よりも猫舌である プーマとアディダスの創業者は兄弟であるマクドナルドのマックシェイクはアイスクリームが混ざっているためストローだと飲みにくいと多くの人が思うこれは実はマックの戦略で 赤ちゃんが母乳を飲む速度を意識しているのだ日本で一番多い名前は佐藤恵子。約2万2千人いる。 ウォンバットのうんちは四角いサイコロのような形をしている。怠け者の睡眠時間は一日二十時間である。 皇帝に桜の木が多いのは当時の日本が国民に軍国主義を植え付けようとしたためで桜が日本精神の象徴だとされていたファミコンカラーの二色は当時 一番コストがかからない色だったからである「眠りゆすりかの幼虫は限界まで干からびてももう一度水をかければ生き返る」乾燥してから17年後でも復活したという伝説がある。 電柱の中は空洞である人参とレモンを一緒に食べると利薬の作用が出る卓球のラケットは大きさや形に制限がなく いいいくくらでもも大きくてもいいし、星型やハート型などの形をしたラケットでもいいペッフル塔と自由の女神の設計者は同一人物であるネズミは チーズが好きではなく他に食べ物がある時は基本的に食べることはない嗅覚が発達しているため発酵食品は極力避けているのだそうだ小学5年生中学2年生 高校二年生の時にはまったものは一度熱が冷めても再燃しやすい世界の駅乗降者数ランキング第一位から第十位まですべて日本の駅で占められている第一位は新宿駅である 甘エビの寿命は十年程度と言われているが、生まれてから四年間ほどはオスとして過ごし、その後すべての甘エビはメスに変わる。ドラえもんはじゃんけんで、 パーを出したことがある。ゾウは哺乳類で唯一ジャンプすることができない生物である。競馬の監督省庁は農水省であるが協定は 国交省ボートレース競輪は経産省が管理している大阪人の歩くスピードは毎秒1.6メートルで世界で一番歩くスピードが速い 鳥の中で最も小さいハチドリは体長6センチ程度しかないが一日に必要なカロリーは約1万5千キロカロリーで人間の4倍以上必要なのであるアスパラガスは 収穫のピーク時、一日1 0ンチ以上も成長する日本人初のメダリストは第7回アントワーク大会で熊谷一也選手がテニスで獲得した銀メダルである。 スーパーファミコンの新女神天性は電源を入れたとき、65,535分の1の確率で画面いっぱいにカタカナで早く消せと表示される。 洋服のフリーサイズというのは大抵の人が入るという意味でフィットするかどうかは見られていない魚は新鮮さが命と言われるがマグロのような大型の魚は 取れたばかりのものを食べてもうまみが少なくあまりおいしいものと言えない。本物の麻薬を売ると麻薬取締法違反で捕まるが何の効果もない偽物を麻薬と偽って売った場合も薬事法違反で捕まる。 一般的にいちごといわれている赤い実はカくと呼ばれる部分が肥大したものであるいちごの果実に当たる部分はその周りにあるゴマのような粒々である4月2日は イギリスでトゥルーエープリルといい真実しか言ってはいけない日 IKEA のレストランでは離乳食がタダであるパプアニューギニアのパプアは 縮れ毛という意味である日本の戦車にはすべてウィンカーがついている訪日外国人で一番少なかった国籍はギニアビサウと サントメプリンシペである琵琶湖は滋賀県の6分の1を占める中堅ハチ公は今剥製になっている。 2万5千種類以上の成分を含む石がある恐竜の色は適当に決められている水上を走れるオートバイがある。 タコは外敵に襲われた際、自分の足を切り離して逃げることができ、亡くなった足はすぐに再生されるが、ストレスにより自らの足を食べてしまった場合は、再生しない。 コーラ1巻の原価は5円以下。120円の缶飲料の原価は中身が約2円、缶が約11円。150円のボトル飲料の原価は中身2.5円、ボトル12円。うまい棒の原価は 円円から9円である「飛行機が着陸時にドスンと衝撃があるのはパイロットの操縦が下手なわけではなく安全のためにわざと行っている。 ムックの頭の上についているのはタケコプターではなく風を起こすためのものである人間は一日に約二万五千回もまばたきをしている 中国でドラえもんは、机器猫と三文字で書かれる。スネオは、小さいに夫と書かれ、つまらない奴の意味である。死球式でボールを打っても、特に何もない。 日本銀行の建物は上から見ると日本の通貨の単位である円という漢字の形になっているスーパーのチラシに黄色が多いのは好奇心を喚起する色だからである トイレ掃除のガポガポするあれはラバーカップという解剖学的に頭と顔の境目は鼻の付け根から眉毛を通って耳の穴に達する線を境界線としている。 シャープペンは今や家電メーカーで知られるシャープが発明した。シャープペンという名前もシャープの社名から来ている。エアーズロックは世界で2番目に大きい一枚岩である。 あんは100ボルトの電圧をかけると光るウサギの耳が長くて大きいのは音を集めるアンテナの働きと体温調節の働きをしている。 グレープフルーツの名前の由来はブドウの房のように実がなることから来ている地球から約4億キロメートル離れたお羊座で輝く十八等星にたこ焼きという名の小惑星がある 手術用のゴム手袋は看護婦を思う医者の恋心から生まれた岐阜県の「ふ」の部分の字の部首名は岐阜の「ふ」という。 シマウマの鳴き声はワンである犬は主人の気を引くために仮病を使うことがあるコンビニの フライドチキンなどの揚げ物に使用される油にはリンスや柔軟剤にも使われるシリコンが添加されている怠け物はその日食べたものが完全に消化されるまでおよそ2週間かかる。 電卓は電子式卓上計算機の略語である。武士道とは平和な江戸時代に生まれた思想であり、それ以前の戦国時代の侍は基本、勝つために卑怯であった。 ウルトラマンが3分しか戦えないなどとは劇中で一度も言っていない自由の女神に万歳しているものがあるその像はスペインにある イルカは集団になっていじめをすることがある。路面電車の最高速度は時速40キロメートルである。 ロミオとジュリエットの恋は5日間であった日本の球場はすべて同じ方向を向いて作られているチョコレートという言葉は 直訳すると、苦い水という意味になる。ベッドの数が、19床以下だと診療所、20以上だと病院と定義されている。 割り算の割るという記号を使っているのは日本とアメリカそしてイギリスだけであるその他のプラスやマイナスなどは世界共通である薬や化粧品などの 皮膚に染み込ませるタイプのものは皮膚に塗ってから20分後から急激に浸透し1時間までの間にそのほとんどが吸収されると言われているゴミ袋が黄色くなった理由は カラスがゴミ袋が黄色だと中身が見えなくなるからである。ポカリスエットを直訳すると汗ジュースという意味になる。 雑誌 JJ は女性自身の略。ゆで卵はそれ自体が有するカロリーよりも消化に要するカロリーの方が大きいとする説がある。 ボロンという言葉は仏教用語で祈願成就という意味エッフェル塔の中にはアパートがある日本では 視力1.5と聞くととてもいいように感じられるがアフリカでは視力3.0から4.0というのはザラにある鶴の頭が赤いのは頭頂部に毛がなく 皮膚がむき出しになっているためであるくしゃみをするときまぶたを閉じるのは同じ筋肉が連動しているから猫の鳴き声は100通り以上あるが 犬は十通りである。「山形県と新潟県の県境に福島県が数十センチから数十メートル食い込んでいる場所がある。 高校野球で122対0という試合があった「目から鱗が落ちる」という寛容句は聖書にも載っている。 薬物中毒のラリルという言葉の語源はラ行が言えなくなることから来ている。植物には金木星と銀木星がある。 何をしても死なない虫がいる。それはクマムシ。タ大麻とタバコではタバコの方が依存性と体内毒素が強い。 犬用のコンタクトがある富士の樹海で包囲磁石は使える猫は一生のうち70%を寝て過ごす。 象の歯は四本である。重症は全治一ヶ月以上の入院治療を必要とするような怪我で、重体は命に関わるほど危険な状態の怪我のことである。 東京タワーは戦車でできている抽選会などで使われるガラガラと回す抽選の機械は「荒式回転抽選機」という。 ロブスターは寿命がない生き物と言われている。ロブスターの臓器は退化しないため、年を取ることがなく、理論上、永遠に生きることができる。レンタルビデオ店が 人口の割に一番多い県は沖縄であるバナナは草である味噌汁は4リットル飲むと死んでしまう 野球選手のイチローは次男であるペンギンは空を飛ぶことはできないが最大2メートルもジャンプできるドイツ語ではぎっくり腰のことを「 魔女の一撃という。ペペロンチーノは、アーリオオリオペペロンチーノの略語である。ペンギンの足は、実は長く、胸に見える部分まで足がある。 豚の性的絶頂感は30分以上続く。ネクタイブランドによるネクタイのストライプの方向の意味は英国式ストライプが右上がりで米国式ストライプが左上がりである。 秋田県民は、け、だとか、く、など、一文字で会話をすることができる。相手を誘うとき、〜しない、より、〜何々しよう、にすると、成功率が高まる。 梱包材のプチプチの正式名称は気泡緩衝材であるミジンコは敵に襲われると頭がとがる木星には 地面という概念がなく、人間が入ったら最後中心近くまで落ちて火けして死んでしまうトマトが野菜か果物かで裁判で争ったことがある。 太陽の寿命は百億年くらいである。蔡は火を見ると急いで駆け寄り足で踏みつぶして消すという習性がある。 両手を広げた長さは身長とほぼ同じである自由の女神は足枷がつけられており自由ではないフランスのマルセイユにトー横印がある 氷点下でも生存させるために彼への遺伝子が組み込まれたイチゴが作られた水道水より天然水の方が安全基準が低い市販の水より水道水の方が 安全卓球の公式試合球は一つ完成するまでに半年かかる触ると葉を閉じるお辞儀そう、ハエが入ると葉を閉じるハエ取草など 動く植物がいるが音楽で動く植物もいる TBS の番組「世界ウルルン滞在記」のウルルンは出会う止まる見る体験の略である。 睡眠が足りないと肥満になるよく寝ると痩せやすくなるプラスチックは名詞ではなく形容詞であるカチカチに固まった 砂糖や塩は電子レンジで加熱するとサラサラに戻る涙は血液から赤い成分をこしたもの昔の市民はこんにゃくで暖を取った 頭の良さと脳のしわはあまり関係ない国産初の扇風機には電球がついていたバスやトラックなどのディーゼル車が大気汚染を防ぐため こまめにエンジンストップを心がけているようにと推進されているがエンジンをかけるときに排気ガスが大量に排出されるので略効果になることがある首を伸ばすと元の体長の5倍になるプランクトンがいる 県名と県庁所在地名が同じ県と同じではない県があるのは明治政府の意地悪新潟県と山形県の境には日本国という山があるマグニチュード6以上の地震の2割は 日本で起きているガサ入れのガサは「サガスのサガの逆さ読み「知らん」という物質がある世界で初めて「ウに濁点をつけて「ウにしたのは 福沢諭吉名古屋城の金のシャチホコには性別がある世界中で一番よく歌われている歌は「ハッピーバースデートゥーユー」「トイレットペーパーは」 東京ではダブルが多く大阪ではシングルが多いサランラップはもともと兵士の水虫防止用発病から一日で死亡する病気がある アジサイの古い学名、ハイドランゲアオタクサの、オタクサは、シーボルトの恋人のオタキさん。郵便ポストの正式名称は、郵便物差出箱。ギリシャの国家は、158番まである。 カッパエビセンは、漫画カッパ天国にちなんでのネーミング。手のひらサイズの鹿がいる。青ミドロがいる。網ミ,ミドロもいる。さやみドロもいる。 イタリア人はクリスマスイブの日は何も食べない。1980円のように中途半端な値段を考え出したのは大英。インカ骨という骨がある。 サンタクロースの服が赤いのはコカ・コーラのせい。ロビンソン・クルーソーはダイヤをたくさん見つけて大金持ちになった。ベートーベンはウィーンだけで79回引っ越しをしている引っ越しま。 葛飾北斎は掃除をする時間がもったいないと93回引っ越しした大仏の足の裏には土踏まずがない動物園ではパンダにフルーツも与えている。 侍が頭を沿ってちょんまげにしていたのは兜で頭が蒸れるから急ぐサ馬さんは大名行列を横切ることが許されていた日本の庶民の喪服の色は もともと白だった。明治時代に汚れが目立たない黒が良いと広まった。二宮金次郎の銅像のモデルは荷物を背負って歩きながら聖書を読むイギリスの少年金次郎は 本を持ち歩いていたが、歩きながら読んでいたかどうかはわからない。平安時代の美人の条件は、教養と知性。世界三大美女に、小野の小町が入っているのは、 日本だけ太ももという果物は太ももか太もも属で香りはいいがおいしくないシャーロック・ホームズは余分な知識が考えを邪魔するというポリシーで すぐに忘れる努力をしていたおろし金に砂糖を振ってわさびをおろすと辛さが増す早口言葉の東京特許許可局は存在しない インドネシア語には朝昼晩のほかに夕方専用の挨拶があるローソンの唐揚げ君のキャラクターはチキンではなく君王国に住む妖精ムーミンは カバではなく、ムーミンダニに住む妖精だが、カバに間違われるシーンがある。映画ロッキーで生卵を飲むシーンがあり、スタローンはギャラをあげろと要求した。 おしどり夫婦と言われる、おしどりのオスは、浮気する。ドラえもんの、アニメ第一作では、ジャイアンに母ちゃんはいない。ドラゴンボールの声優、野沢雅子さんは、 悟空悟飯御殿の一人三役だがもらえるギャラは一人分シェイクスピアは六通りのサインを持っていた豊臣秀吉の右手は六本の指があったと言われている ラムネとサイダーは全く同じ違うのは容器だけ赤ちゃんが泣いている時反町隆のポイズンを聞かせると泣きやむことが多いクレヨンしんちゃんの お父さんの名前は野原博だが、兄は野原狭し。なめくじに塩をかけると溶けるが、砂糖でも効果がある。冷たいもので、 頭がキーンとしたらおでこやこめかみを冷やすと治りやすいキュウリは世界一カロリーの低い野菜としてギネスに登録されているリンスやトリートメントは柔軟剤の代わりにもなる。 人間は満腹になると耳が聞こえにくくなる傾向があるあくびを止めるには水分が効果的と言われているラーメン丼の模様には「ライモン」という正式名称がある。 変頭痛の時は手足を温めると治りやすい。耳たぶを軽くマッサージすると目の疲労が取れやすい。ブルガリアでは日本と逆で首を縦に振ると脳 横に振ると「イエス」を意味する理科室の椅子に背もたれがついていないのは安全に配慮するため SOS の意味は「セーブ・アワー・シップ」日本語で「 私たちの船を助けてという意味堂々と嘘をつける4月1日エープリルフール正式には「午前中だけ」という決まりがある安全第一という言葉には 品質第二生産第三という続きがあるアサリは海水中の微生物を食べてくれるので海水をきれいにしてくれている赤ちゃんはみんなラ の音で泣き始める「ガリガリ君の当たりの確率は3%」「箱買いすると必ず1本当たりのものが入っていると言われている」 オリンピックで使われるプールは5 0ルだが正確に言えば5 0ル2センチのプールである豊臣秀吉のヒゲはつけヒゲである。 日本テレビはフジテレビは CX が略称として使われる1964年東京オリンピックが開催されるその5年前国立競技場は 臨時のゴルフ練習場打ちっぱなしであった二重人格になるのは自分の中の認めたくないものやトラウマを自分のことではないと思い込むためにその記憶を所有するための人格を作るためである。 キリり捨て御免は相手に逃げられたら切腹しなくてはならなかった国産のピアノは100%静岡産である。 魚は通天がないため釣り上げた時針が口の中に刺さっていて暴れているのは痛いわけではない歌舞伎役者七代目市川團十郎の得意な演目は18個あり その台本は常に箱の中に保管されていたそのエピソードから得意なことを十八番と書いてお箱と呼ぶようになった東京都の県庁は東京都新宿区 西新宿二丁目である。従って県庁所在地は新宿ということになる。狸うどんの狸は具を表す種を抜いていることから転じてこう呼ばれるようになった。 キツネうどんのキツネはキツネの鉱物が油揚げだったことに由来している世界で一番巨乳が多い国はイギリスで D カップの女性は57%を占めている ラグビーでは点が入ることをなぜゴールではなく挑戦という意味のトライと呼ぶのか。これは昔トライした時は得点は入らずゴールキックの挑戦権を得るだけだったためである。しかしトライした時の方が盛り上がるという理由により 現在でではトライで5点、その後のゴールキックで2点というルールになっているかつてオリンピックには芸術競技があった絵画彫刻文学建築 音楽の5種類で採点方式で順位が決まる競技であったカラスには異なる鳴き声を使い分ける方言があると言われている地域や社会集団ごとに異なる鳴き声を発することで カラス同士のコミュニケーションが取られている生命維持装置を備えた宇宙服があるが現在国内に存在するのは一着のみである。 うどん冷麦そうめんこれらの違いは麺の太さであるアップル創始者スティーブ・ジョブズは過去に当たり社というテレビゲームの会社に勤めておりその会社名 あたりの由来はあと一手で相手の意思を取れる状態を意味する囲碁用語である数多くの動揺を生み出した作曲家山田耕作の「作」という漢字は一般的ではない。 友人から「はげた頭をバカにされたのをきっかけに毛が生えますように」とカタカナの毛を自分の名前の柵の上に載せて名乗ったという女優桐谷美玲の名前は芸名だが その名字はドラマ「信太をプロデュース」の中の主演の亀梨和也の役名桐谷修司から取られたサッカーワールドカップに日本代表が出場したのは 1998年のフランス大会であるが、実は第1回となる1930年のウルグアイ大会に出場の正体が届いていた。飛行機の燃料タンクは翼の中にある。 燃料が重しになることで翼の付け根にかかる力が大きくなりすぎないというメリットがあるためである演歌は人前で演説をすることに取り締まりが厳しかった頃に生まれた。 演説に変わる歌として生まれたものである。Google の検索結果は人によって違う。検索履歴などから検索順位を変えているのだ。 低脂肪ダイエットは金儲けのために始まった低脂肪ダイエットは脂肪を悪者にして低脂肪ダイエットを普及させ低脂肪食品が売れると同時に砂糖の売り上げも上がるという仕組みである実際アメリカでは 2000年頃までは砂糖の摂りすぎと心臓病の関係性は大きく問題になっていなかったスコットランド人の祖先がウシュクベイハーと呼んだものがウイスキーという言葉に変化しロシア人が ジズネネワダと呼んだものがウォッカという言葉に変化しフランスではブランデーのことをオードビーと呼んでいるこのいずれもが命の水という意味である 数を数える時現在は小の字を書くが江戸時代は玉という文字で数えていた日本人で海外で初めてプロサッカー選手になったのは歌手の しの実の兄である足裏の壺はたった一か所しかない「アメトーク」では 帽子をかぶった観客がたまにいる。あれは番組グッズが埋設で配られ、かぶりたいと申告すれば、かぶれるものである。仕込み客の類ではない。 肉まんの底についているあのシートはグラシンという青い血や緑の血の動物も存在する。 飛行機の運行時間には、車輪が動き始めてから、着陸して車輪が止まるまでの時間を指すブロックタイムと、陸地から離れてから、再び陸地に触れるまでの時間を指すフライトタイムがあり、出発時刻に用いられるのはブロックタイムである。 シャンパンと呼んでいいのはフランスのシャンパーニュ地方で作られたものだけである卓球便はヤマト運輸の登録商品名そのためペリカンビンやカンガルービン。 日本郵便等のサービスを指す場合は、宅急便ではなく、宅配便である。他にも、日版のセロテープ、セメダイン社のセメダインなども、一般名詞化してしまった登録商品として有名である。 ニュートラルをよく使うマニュアル車と違い、オートマ車では使う時はほぼない。しかし、D の部分の前にあるため、毎回一手間増えることとなる。ではなぜニュートラルがあるのかというと、R から D にいきなりギアチェンジをすると、 ミッションが傷んででしまうためである。そのため間にニュートラルを入れてダメージを防いでいるのだ暗殺というのは政治思想などで対立する立場の人間を 計画的に殺害する行為で、映画のスパイみたいにこっそり人知れず殺害せず、白昼堂々殺害を実行していても暗殺と呼べるのだそうだ。ガチャピンとムックは、 友達ではなく師弟関係であるガチャピンが師匠でムックが弟子であるスティックのりを塗って乾燥させてから洗濯すると頑固なワイシャツの襟汚れを取ることができる。 新幹線の色といえば、クリーム色に青い線の入ったものが有名だが、このデザインに決まるまで、さぞや議論を重ねたのかと思いきや、会議の時、たまたま机の上にあったタバコのハイライトを見た人が、このデザインいいよね、と言ったところ、 そのまま簡単に決定してしまったのだジーンズの前ポケットの中についているさらに小さいポケットはもともと懐中時計を入れるためにつけられていたことからウォッチポケットと呼ばれている。 青森県は男性の喫煙率ランキング全国1位である SNS で自分の意見は正しいと思い込む現象をエコーチャンバー現象という。 音楽を聴きながら勉強すると記憶力が上がる。無音は人間にとってストレスで記憶力も下がってしまう。勉強中、教科ごとに曲を決めるとテスト中にその音楽を思い出すことで連動して勉強内容を思い出すことができる。もちろん、 音楽は歌詞がないほうがいい水よりお湯のほうが先に凍る中華料理屋や 日本の中華レストランでよく使われる「反転という言葉ご飯を食べるお店という意味に見えるが一般的に中国では「反転といえば「ホテル」を指す言葉である男性よりも 女性の方が嗅覚味覚において優れているという真鍮のドアノブには殺菌効果がある真鍮のイオンが細菌には毒となり8時間ほどで滅菌できる 神奈川県川崎市に0 8 3 4メートルという世界一短いエスカレーターがある鯉は喉の奥に超強力な歯を持っている。 エクボとは、頬と筋肉の異常付着である。仏の顔も三度までとは、三回までは良くても四回目は許されない、と解釈できるが、もともとは、 仏の顔も三度なずれば腹を立つという表現が由来であり四度目ではなく三度目に怒られる一般に高価な金属のことを貴金属と呼ぶことが多いが 貴金属の本来の意味は酸化されにくい金属である。猪木ボンバイエのボンバイエは今後共和国のリンガラ語で倒せという意味である。 リワコは、川である。パスポートの中には「ジャパン・パスポート」という文字が1,360個隠されている。 ウォシュレットのビデ機能は男性社員がストリップに通って開発したクリオネは食事の時に頭が割れ6本の触手が登場する。 このバッカルコーンと呼ばれる触手で獲物が逃げられないようにがっちり体を固定した後、養分を吸って消化していく五円玉と五十円玉だけ真ん中に穴が開いているのは 他の学面の貨幣と識別を容易にするためである秋田県では修学旅行の安否が CM で流れる。 鬼滅の刃のキャラクターは、珍しい名字が使われているが、主人公のかまどは、全国で10名ほどいる。品津川も10名、うぶ敷は200名、かん寺じは50名、つゆりは50名である。 アフリカのウガンダは全国民のおよそ半分が15歳以下である世界で最も高い木はカリフォルニア州の国立公園に生えているセコイア族のハイペリオン。 高さは約1 1 5ルあり地球上で最も巨大な生物とされる医者の手術着が薄い青色や緑色で看護師の服がピンク色の理由手術の時 血や臓器を長時間見続けることになる。人は赤いものを見続けると、次に白色を見たとき、青緑色の残像が見えてしまう。残光と呼ばれる現象が起こる。これらにより、手術の医療ミスの危険性が高くなる。 看護師の服は白ではなくピンクだが、看護師が白衣だと患者側が緊張してしまい、高血圧の数値が出てしまうためである。バイキングが使っていた剣は、先端が両刃ではなく、 片方の刃が細くなっている形状であった。五十円玉に穴が開いている理由。五十円玉にはもともと穴がなく、百円玉との見分けがつきにくい、という問題点があった。 紛らわしさを解消するために、1959年からデザインが変更され、五十円玉に穴が開けられた。赤という漢字は、色を表すだけでなく、何もない状態を表す漢字でもある。 一般的な言葉として「赤の他人」「赤ん坊」「真っ赤な嘘、などがこの意味で使われている「カッパ天国」という漫画の作者清水昆に、 キャラクターデザインを依頼した、カッパあられというお菓子があった。それをエビセンで発売したところ、ヒットし、現在も愛されるロングラン商品、カッパエビセンが生まれた。 史上最大の恐竜の体重は50トンであったスマートフォンのバッテリーの寿命を伸ばすためには充電残量が20%以下になるまで使い切ってから充電するといい。 落雷によって発生する電気エネルギーは一般家庭の一ヶ月分の電力と同等レベルである。一分間に二回ほどの咳が一時間以上継続するとご飯一杯分程度のカロリー消費になる。 消火器の使用年数は5年から10年で、それ以降は破裂する恐れがある。消火器は設置台に置かれているが、直接地面に置いてしまうと、地面からの湿気で底が錆びてしまい、破裂する可能性が高くなるため、非常に危険である。 怠け者は一日に葉っぱ 8g で生きていけるのに一番の死因は餓死である卓球の試合で試合中に選手がタオルを使って汗を拭うことができるのは5対7。 9対9など、両者のスコアの合計が6の倍数になった時のみとされている。かつてはこのようなルールはなかったが、一部の選手が頻繁にタオルを手に取り、意図的に相手選手のペースを乱そうとしたことから、このようなルールとなった。 道路などで見かける東京までの距離表示は東京と中央区日本橋までの距離である。リスケットは二度焼いたパンが語源である。 電車遅延の理由が線路に人が立ち入りましたというのは痴漢である。カタルシスというのは魂の浄化浄化作用威圧感を解消させる精神療法を意味する。 マリオは名字である秋葉原の読み方は「秋葉原」であっているが普通に漢字を読むと「秋葉原」と読めるこの言葉が入れ替わることを恩意転換と言いい 音の並びを入れ替えることで、人が発音しやすくなるときに起こる現象である。子供がトウモロコシのことを、トウモコロシというのと同じ理屈である。だがあまりにも普及してしまったため、秋葉原が正式な読み方になってしまったのだ。 電車や駅構内の数多くの忘れ物。忘れ物は持ち主が見つからなかった時、リサイクル販売されるのだ。赤味噌は大豆を蒸して作るが、白味噌は大豆を茹でて作る。 寝つけない人は寝転びながら両手足を30度開いて全身の力を抜く。それから目をつむりゆっくりと腹式呼吸をする。これをあと15分行うだけで体が2、3時間の睡眠をとったと同じくらいの効果がある。 ピーナッツはナッツではない。世界一、英語を話す人が多い国はアメリカやイギリスではなく中国である。 友人ロケットの緊急時には爆破システムがあるが、これは安全主任の空軍将校が手動で作動させる。空軍将校は爆破指令を躊躇しないために宇宙飛行士主催の行事には一切参加しないというのが慣例になっている。 ソファーはクッションを起源として発明されたガラスの靴といえばシンデレラの物語で大きな役割を果たす重要なものであるが原点ではガラス製ではなく毛皮製であった。 ブラジルの誕生日のお祝いで顔に生卵をかけられその上に小麦粉をかけられるという習慣がある森永製菓のっとっとは「オットット」は五感から生まれた商品名ではあるが魚を と,っとととっ表すことが裏の意味として含まれている「車の最高速度は時速1 0 0 0トルを超える」「眠りの森の美女のオーロラ姫は」 原作では約100年の間眠り続けているため推定年齢は110歳以上である「香り松茸味しめじ」と言われるほどしめじはおいしいと言われているがスーパーや八百屋で売られている。 あのしめじはしめじではなくひらたけである。時々雨は雨が断続的に降っている時間が予報期間の二分の一未満の場合を言う。一時雨は 雨が断続的に降っている時間が4分の1未満の場合を言う。後雨は予報期間の前半が曇りで後半が雨の場合に使う。降水確率0%は正確には0%という。これは ゼロを全くないことを指すのに対し、例は極めて小さい、という意味もあるのだ。インスタントラーメンは、二種類ある。袋に入っている袋麺と、カップに入っているカップラーメン、袋麺の方が、 面の量が多い。明日のジョーの主題歌で歌詞の最初のルルルの部分は歌詞を忘れてごまかして歌ったのが正式な歌詞として採用された。 日本のトビイカは空を飛ぶことができる全世界のソメイヨシノはすべてクローンであるモンドセレクションの金賞は お金を出せば誰でももらえる。そして、日本以外の国では、全く知名度がない。園芸学上では、メロンは、野菜に分類される。 包丁の研ぎ機がないときはお茶碗の底で代用できる缶切りは缶詰ができてから48年後にできたヘリは エンジンが止まっても墜落しない。マヨネーズの保存。開封前なら、防腐剤や保存量がなくても半年以上保存できるマヨネーズであるが、冷蔵庫に入れて保存すると、 油と酢と卵が分離してしまい、酢の殺菌力が全体に広がらず、痛みが早くなってしまう。そのため、開封前は冷蔵庫に入れない方がいい。カメムシは、自分の匂いで気絶することがある。 プロボーラーの公式戦の最低スコアは男子が86点、女子が89点である。サイの角はただのイボである。 ディズニーランドのトイレには現実世界に戻らないようにするため鏡がない世界的ファッションショーパリコレこのパリコレという言葉は日本でしか使われていないそもそも世界的には ファッションショーというのは、ファッションウィークなどと呼ぶのが主流となっている。外国でも通用する日本語。班長は嫌味なリーダーという意味。カラオケはカラオケ。味の素は味の素。囲碁の語は囲碁の語。 任天堂はテレビゲームである三井不動産が展開するララポートは1号店が1981年に船橋の海に近い埋め立て地に開業したことからフランス語で港を表す ラポートにちなんで命名された。しかしフランス語で「港」は正しくは「ルポート」と読む土地の神は故郷ジョージアで歯科医師免許を取得している。 連続で32回赤が出たルーレットがある。犬の首輪にスタッツがついているのは、猟犬の天敵である狼が、犬の急所である首を狙ってくることがあり、その攻撃から首を守るためにつけられた。 過去には現在のものより尖った首輪が使用されていた奈良公園の鹿はホルンを吹くと集まるハウス食品の ククレカレーの由来は、料理いらず、クックレスを縮めたものとされている。北海道では、こたつを使うことはあまりない。理由は、こたつだけでは間に合わないし。 一日中ストーブや暖炉をつけっぱなしにしている家が多いので、必要ないのだ。ニューハーフという言葉を考えたのは、サザンオールスターズの桑田佳祐である。 交番と派出所に違いはない。1881年、交番から派出所に改称され、正式名称が派出所で、交番は続称になったが、1994年の警察法改定で、交番へと再度正式名称を変更された。 パンダの毛は透明である宝塚歌劇団の第一回公演は桃太郎であった北を知る方法 時計を水平に置き、中心にマッチなど水平な棒を立てる。時計を回して、マッチの影と単身を重ねる。この影の線と十二字の文字盤の中間が、ほぼ北の方角を指す。ハリケーンは、 女性の名前をつけると被害が大きいとされる。天の川は英語でミルキーウェイ。これはギリシャ神話が由来である。 ローラースケートの発明者は、初めて滑ったとき、止まり方を考えておらず、重傷を負った。ローラースケートが初めて完成したとされるのは、1760年のこと。ベルギー人のジョン・ジョセフ・マーリンが発明したとされる。ちなみに、滑ってしまったのは、 ローラーーラスケートを発表,する発表会中の出来事であるアジサイの古い学名ハイドランゲアオタクサのオタクサはシーボルトの恋人のオタキさんである。 タッチパネルの仕組みとして、多くのスマホが、静電容量方式と呼ばれる方法を採用しており、他にも、指の圧力で反応する抵抗膜方式、赤外線を利用した赤外線方式などがある。抵抗膜方式は誤作動が少なく、 銀行の ATM やレジの画面などに使われる。脂肪がつきやすい順番は、お腹、背中、お尻、腰、太もも、首の後ろ、二の腕、 ふくらはぎ、足首、顎、頬の順番である。茨城県石岡市は国内最古の鉄道が開通した場所として知られている。 羽付き餃子の発祥の地は餃子の聖地とも言われる東京都大田区蒲田である牛乳を加熱した時に表面に膜ができる現象をラムスデン現象という。 相撲を取る人の総称を力士というが厳密には相撲部屋に所属し、思考名を持ち、大相撲に参加している選手を指す。関取はその中でも番付で十両以上の選手の呼び名である。 緑色を見続けても目がよく見えるようにはならない猫は動物の中で最も人間の言語を認識していると言われている。 世界最大のキノコはアメリカのオレゴン州に生息するアルミラリアブルボーサという種類で大きさは15ヘクタールにも達する妊娠の一般的な期間は40週間とされる 妊娠期間を「とつき10日」という言葉で表すが40週を計算すると10ヶ月と10日ではなく9ヶ月と10日であるパンダは双子を産む確率が高いがそのうちの より健康な方の一匹しか育てない手洗いの方法として石鹸を使い15秒以上洗うことが推奨されている。 サウスポーの由来はアメリカ南部出身の選手で左投げ投手が多かったことからである江崎グリコの大人気お菓子ビスコはビスケットに酵母が入っていることから命名された。 黒い餌を食べたニワトリの卵は黄身も黒い。ボーリングのピンはもともとは数がなかなか決まらず9本で行うナインピンが登場してからはそれが主流となった。しかし、か アメリカでナインティンが賭博犯罪の対象となった時、十本に変更すれば取り締まりを逃れられると解釈され、現在の十本となった。回路に約三十秒間息を吹きかけると、早く暖かくすることができる。 東京無線のタクシーにはあんの先がカットされているものもある紫式部の本名は一切分かっていない博多の塩は メキシコ産である「失業保険という名称の保険は1975年時点で消滅しているため実際には失業保険というものは現在存在しない。 人という字は人と人が支え合ってできている。これはニトベ・イナゾウの言葉である。会話の中で相手の話に声を出して軽く返事をすることを相づちを打つという。 刀鍛冶が刀を叩いて鍛える合間に弟子が土という道具で軽く叩く様子から生まれた英語ポルトガル語オランダ語イタリア語ギリシャ語ロシア語ベトナム語で母を表す言葉は すべて M で始まる。M で始まる言葉は、唇を小さく使うだけで発音できるため、赤ちゃんが最も簡単に話すことができるためと言われている。日本酒を作る当時、当時たちは、 納豆を食べてはいいけない手や衣服に納豆菌がついて日本酒に混ざると日本酒がダメになってしまう可能性があるためである110番や119番に通報するときに電話料金はかからないが この緊急通報用の電話は電話会社の契約により減免の対象とすることになっているためかかった費用は全て電話会社が負担している炭酸乾電池の炭とは炭というのは単位の略で 一つで済む電池という意味である。コアラの大好物として知られるユーカリ。ユーカリの種は一度フライパンで炙ったり熱湯をかけたりしないと発芽しない。では自然界でどうしているのかというと。 自ら自然発火し山火事を起こして一面焼け野原にすることで目を出している中国では漢字がわからない時のためにローマ字で引く辞書がある中国の子供の多くは 漢字を覚える前にローマ字を先に覚えている山手線は昔「山手線」と呼ばれていたプロペラ機で音速を出すのは 今のところ不可能である。機体が音速になる前にプロペラが音速で回り壊れてしまうためである「寿司」「天ぷら」「富士山」「芸者」これらの言葉は 外国語でも通用する日本語として有名だが天ぷらはもともとポルトガル語が語源でそれがなまったものであるチョコレートを食べすぎると鼻血が出るという科学的根拠はない。 歓迎コンパや合同コンパのコンパとは交際、信仰、友好、同席などの意味を持ち会社として訳されることが多いカンパニーの略であるサマージャンボ宝くじの 一千万円以上の当選確率は約0.00008% 00。一年のうちに人類が滅亡するほどの大きな隕石が地球に衝突する確率は約0.002%である。 金玉を蹴られた時の痛みは、九千デルで、一度に子供を百六十人産んで、三千二百本の骨を折る時の痛みに匹敵するのだそうだ。うまい棒で有名な、ヤオキンという会社。実は、 お菓子メーカーではなくお菓子問屋さんであるヨーロッパには昔ヤギに足の裏をなめられるという刑があったパイナップルの甘い味は お尻の部分に溜まる。だから葉の部分を下にして逆さまの状態で保存すれば全体に甘い味が行き渡るのだ。ペプシコーラは胃腸薬を作っている時偶然生まれた。 世界で最も深い場所にある郵便ポストは、和歌山県須佐美町の水深10メートルの海底にある。ミッキーマウスの名前は、最初、ウォルトの飼っていたネズミにちなんで、モーティマーであった。 マクドナルドでもらえる調味料を片手で開けるあれはパキッてという忍者の使う巻き菱は追手の目の前では使わずあらかじめ逃げ道に巻いておくのが正しい使い方忍者は 巻きしだらけの道をすり足で歩くことで巻きしを踏まずに歩ける。日本語の英語表記のジャパン。このジャパンという言葉には日本以外にも日本の伝統芸術の漆、漆器、漆 という意味もある。ブービー賞は本来「まぬけ」という意味を込めて最下位の人に与えられる賞であったがゴルフコンペなどで景品目的にわざとブービー賞を狙う人が続出したため狙っても取りづらい 最後から二番目の人に与えられる賞となった。世界中で字を読めない人の数は十億人ほどいる。日本の識字率というのは九十九点九パーセントである。 関西国際空港は関西インターナショナルエアポートで KIA というコードのはずだが実際は KIX である。これはパプアニューギニアのカイアビット空港が KIA をすでに取得していたためである。 ネットオークションで商品の背景の色を赤にすると入札額が高くなる傾向がある。無期懲役の実刑判決を受けた人は平均30年で出所している。 飼っているムササビは飼い主の人間に向かって飛んでくることがある。これは人間を木と間違えているためである。猫がゆっくりと瞬きしているのは親愛の証である。猫を見たとき。 目を合わせてゆっくりとまばたきすると野良猫も逃げにくく触らせてくれることが多いお金を受け渡しする時のあの下部分がぼつぼつしているあれはカルトンという。 消火活動に使った水道料金は水道事業者が負担することになっている鶏肉は調理前に洗ってはいけない細菌が付着した水が広範囲に飛び散りかえって食中毒の危険性が高まる サケは川で泳いでいるサケを捕まえていきなり海に入れると細胞がしぼんでしまい生きていけない河口付近の淡水と海水が入り混じった気水域と呼ばれる場所で3日から1週間ほどその場所で過ごし環境に適した体へと変化させているのだ。 電話番号シャープは「#7119」は救急車を呼ぶか迷っている時にかけると専門の医療スタッフが対応し必要であれば119に転送してくれる番号である「天地無用の意味」。 一見するとその文字から、天地を気にする必要はない、という意味にとってしまうかもしれないが、この無用は、してはいけないという意味で、正しくは、上下を逆さまにしてはいけない、という意味である。 男性がカラオケで女性ボーカルの曲を歌いたいときはキーをプラス7にして1オクターブ低く歌うと気持ちよく歌える。逆に女性が男性ボーカルの曲を歌いたいときはキーをマイナス7にして1オクターブ高く歌うと 気持ちよく歌える「なまはげには性別がある」「赤は男」「青は女である」「シャンパンボトル一本には」 約4,900万個の泡が詰まっているオートバイが開発されて間もない頃は必ずサイドカーがついておりバイクとサイドカーを合わせて一つの乗り物と考えられていたためオートバイのみのものを 単車と呼ぶようになったのだ。電車やバスに乗る際、幼稚園児はお金を払わなくてもいいが、団体で遠足などに行く際は、子ども料金を払わなくてはならない。 剣道の試合で一本を取った後、ガッツポーズをすると取り消しになってしまうラクダは興奮すると口から胃を出して威嚇する。 身長は一日のうちに2センチメートル近く伸び縮みする寝起きが一番大きいペンギンの原種といわれる小型ペンギン原種なのに人気のペンギンとは姿形が大きく違う 歩行は前傾姿勢でグレーの背中に白いお腹というカラーリングその微妙さゆえにペンギン好きにもあまり認知されていないまた鳴き声がやたらにうるさいのだウミガメの性別は 温度で決まる。16歳以上の人は84%の確率で将来結婚する人とすでに出会っている。 オランダでは人間が町や村を表す表現として使われることが多い。そのためオランダには苦労人間、馬鹿人間、スケベ人間という地名がある。アメリカでは 家具に傷がつくのを防ぐために飼い猫の指を第一関節から切る獣医がいるホラーとは主人公に見知らぬ恐怖が襲いかかることスリラーとは主人公に起こる脅威が分かった上で 恐怖や緊張を描くこと。サイコとは、蒸気を逸した言動をする人間を描くこと。サスペンスは、主人公が恐怖や事件の謎を解き明かしていくこと。ミステリーとは、主人公が恐怖や事件に遭遇するが、謎自体は終わらないことである。 タレント小坂井和樹の父親は、第9次、第15次の南極地域観測隊に同行したこともある。寿司職人であり、民間人としては、初の南極越冬隊員である。 八月一日と書いて、穂積と読む名字が存在する。大阪の不明の由来は、坂のある土地という意味で、室町時代から大阪という地名が残る。しかし大きな坂という意味ではなく、 かが転じたものではないいと言われている現れるは表示の表と現実の現二種類の使い分けがあるが現れるものが抽象的なものか具体的なものかで分けられる。 感情が現れる。成果が現れるといった。具体的なものでないものは表示の表で現れる。熊が現れる。姿を現すなど、具体的なものの場合は、現実の現で現れるという使い分けがされる。 かゆみ止め薬の無比は比べるものがないほど優れた効き目という意味の無比が由来となっている。無比はブランド名であり製造販売は富山県の池田模範堂が行っている。 プロ野球球団も所有する IT 企業の DNA の社名は遺伝子物質の DNA と E コマースの E を組み合わせたもので E コマースの新しい遺伝子を世の中に広めていく DNA でありたいとの願いからである D の左にコロンがついているのは 英語で笑顔を表すデライトマークのためである板チョコの溝はきれいに割るためにつけられているのではなく溝を作ることで効率的にチョコレートを製造時に冷やすためにつけられている。 のしは本来はアワビの肉を干したのしアワビを包んだものであり昔は刑事に海産物を送る習わしから昆布や鯛などを添えていたことが由来である先行花火の着火直後が ボタン、パチパチしている時が待つ場最後の「シュッシュ」というのが柳という人間の体内では24時間常にアルコールが生成されている。 ビタミン C は酸っぱくない就寝前に歯磨きをすると歯茎への刺激で睡眠を促進するメラトニンの分泌が妨げられ不眠の原因となる歯磨き粉に含まれる。 芳香剤が引き起こす爽快感はエスプレッソコーヒー2杯分と同じ不眠効果があるのだとか人は人生のうち平均15回殺人犯とすれ違っている 金色の折り紙は銀色の折り紙の上にオレンジ色を塗っているだけである教科書は教科用図書の略称である。 不正アクセス防止に文字や数字をランダムに打ち込ませるあれはキャプチャーという。下っ腹を痩せやすくするストレッチ。まず仰向けに寝て両膝を曲げ。 息を吸いながら胸に引き寄せる。次に、息を吐きながら、両足をゆっくりと胸から離して、床につかない位置まで足を下ろす。最後に、息を吸いながら、ゆっくりと胸元に戻す。 怒った顔より笑った顔の方が多くの筋肉を使うタラバガニはカニではなくヤドカリである。 クレヨンしんちゃんの初期の重要キャラ、ブリブリザエモン。2016年5月まで16年間にわたり、ほとんど登場しなくなったが、これは教育上の理由ではなく、声優を担当していた方が、不慮の事故で亡くなったことへの配慮である。 目白押しというのは、多くの人が混み合って並ぶこと、物事が集中してあることを意味するが、この、目白とは鳥のことで、目白は並んで木に止まり、体をくっつけ合う習性があるところから生まれた言葉である。 狼男、ドラキュラと共に、世界三大モンスターとして知られるフランケンシュタインだが、フランケンシュタインというのはこれを作った博士の名前で、怪物自体には名前は付けられていない。 クーポン1万2150個を現金化した人にマイレージサービスとして100万マイル以上が与えられたことがあるシンガポールでは公衆トイレで用を足した後。 水を流さなかった場合違法となる。現行犯逮捕で罰金一万五千円が科される。ハッピーターンの粉の作り方。砂糖と塩を四対一で混ぜ。 味の素を少し加えると完成するニコチンは体内に入るとコチニンになる爆笑の本題の意味は 大勢の人が同時に笑う。という意味。マリオに出てくる敵キャラクリボーは。シイタケであり。クリではない。 うさぎを1話2話と数える理由は仏教では本来獣の肉を食べてはいけないが当時の人がどうしてもお肉を食べたかったためウサギは鳥だから OK という理由をつけたためと言われている。 カバの肌は人間の赤ちゃんよりも敏感肌である日中はずっと川や沼に浸かっており夜の間だけ草を食べに出かける馬は 運動をした後異常に鼻息が荒くなるがこれは人間や犬とは異なり口で息をすることができず鼻でしか呼吸をすることができないためである枝豆や冷ややっこなどのことを 酒の魚と呼ぶことがあるがこの場合の「魚」とは酒をうまくする仲立ちをする食べ物を意味する酒の名と書いてそれが省略されたものである逃走中のハンターになるためには 50メートル6秒5、シャトルラン125回以上、1500メートル10分切り、学生禁止、身長180前後、スピードを抑制できること、以上が条件である。 感情によって涙の味が変わる悔しい時や怒っている時はしょっぱく感動や嬉しい時は涙の量が多く薄い味になるカタツムリはコンクリートを食べる 女子学生の制服としてのセーラー服は京都の平安女学院が1920年くらいに初めて採用したゴリラは木の上に巣を作る。 シ,ワはパグシーズーなどの犬種は目玉が飛び出やすくなっているため注意が必要であるプレーリードッグは巣穴が人の家並みに機能的である巣穴に複数の部屋があり 子ども用の部屋寝室トイレ食料用の部屋などに分かれているニール・アームストロングが月面で最初に踏み出した一歩は左足である。 警察は押収したピストルを業者に委託して溶かしている笑いだけを食べ過ぎると笑い死にする猫は 建物の四五階から落ちた時よりも六七階から落ちた時の方が損傷が少ないと言われている晴れる日が最も多い県は香川県である。 ドーナツの穴は生地に火が通りやすくするために開けているドラえもんの本体価格は20万円である鶴の頭が赤いのは 頭頂部に毛がなく、皮膚がむき出しになっているためである。リスの尻尾は、危険な状況下で抜けるという習性があるため、掴んではいけない。一度抜けた尻尾は、生えてこない。 羊の前歯は下側しか生えていないビーチバレーはネットの高さやボールの大きさなど基本的なことはバレーボールと同じだがボールの空気圧だけはバレーのボールよりも 2 3割程度低い空気圧に設定されている血液型が O 型の人は蚊に刺されやすいロリータコンプレックスというのは15歳から12歳が対象で 12歳から7歳を対象とするのがアリスコンプレックス7歳から5歳が対象なのはハイジコンプレックス幼稚園児以下が対象なのがペドフィリアであるドラえもんの誕生日は もともと2012年9月3日だったが連載が進むにつれ近づいてしまったため「年に変更された。人類学」では身長1 6 0ンチから1 6 9センチまでを中身長として 150から159が低身長、150未満が超低身長、170から179は高身長、180以上は超高身長としている。痩せ我慢という言い回しがあるが、 韓国では同じ意味で、デブ我慢という。昔、イギリスでは、容疑者にパンとチーズを一切れ与え、飲み込めなかったら有罪であった。同様に、 日本でも熱湯の中の土や小石をつかませてやけどをしたら有罪であった「新体操」の「新」とは「新体操」は1963年に機械体操から独立した際につけられた名称でそれ以前は 携帯器具をもってする音楽伴奏団体演技というとても長い名称で呼ばれていたバタフライは平泳ぎの選手が早く泳ぐために考案したが平泳ぎより早く多くの選手が 平泳ぎの競技中にバタフライで泳ぐようになってしまったため、議論の末、メルボルンオリンピックから新種目として独立することとなった。蜂には目が五つある。 かき氷のシロップは色素が違うだけで味は一緒であるゴルフやアンケートで使うあの小さいペンはペグシルというわさびが効きすぎたら ガリを食べると中和してくれる効果がある35分ほどの外出であればエアコンは消さない方が電気代がかからない。 井上陽水の本名は井上あきみである三百円程度のショートケーキの原価は十五円から三十円である情けは人のためにならず。 は「情けをかけるのはその人のためにならない」という意味ではなく「他人に情けをかけると」「かけた情けが自分にも返ってくる」という意味であるオリンピックの金メダルは。 額縁に入れて飾ってもいいしお金に困った時は売ってもよい東京駅では北海道から鹿児島まで日本各地のご当地駅弁を食べることができる。 日本で初めて超高層ビルを建てた人の名前は二階さんであるザリガニのおしっこは顔から出る人の呼吸は 1> 1日約2万回である犬の名前の多くがポチとされていた理由は諸説あるが英語で犬を意味するプーチやマダラを意味するパッチフランス語で小さいを意味するプチなどと呼んだ犬の名前を 日本人がポチと聞き間違えたことに由来する説があるマギー四郎は偽札製造の容疑者にされたことがあるニッキーの初代声優は ウォルト・ディズニーであるまる名産といった表示は観光地で販売される土産物でしか使ってはいけないひっくり返っているセミが 生きているか死んでいるか見分ける方法は足を見ること足が開き気味の場合は生きているため指を持っていくと捕まってくるイタリアで毎年 かくれんぼ自慢の大人たちが集まって世界一を競う大会があるナイキのロゴのデザイン料は35ドルであったボイコットという言葉は ボイコットされた人の名前であるフィギュアスケートの衣装は露出しすぎると原点であるエレベーターは 何重にも安全対策が取られている。カゴをつけているロープは、通常の10倍の力がかかっても、十分に耐えられるようになっており、万が一ロープが切れてしまっても、カゴのスピードが1.3倍になった時点で補助ロープが作動し、モーターを強制的に止め、 さらに1.4倍になったとき、カゴの左右にあるガイドレールによって異常を停止させられる。その上、エレベーターの底にはバネ式や油圧式のクッションが付けられており、地面との激突を防ぐことができる。 サーファーには納豆アレルギーが多い。メールアドレスに使われるアットマーク。これは簿記用語で、どこどこあたりを示すものであった。住所を表す前置詞アットに引っ掛けて、 メールアドレスに用いられるようになったエッフェル塔は温度差の関係で夏と冬で高さが15センチ違う。 痩せ我慢という言い回しがあるが、韓国では同じ意味で、デブ我慢という。お肉の肉は音読みである。訓読みは獅子である。 三時間以内に、百二十七回ツイッターでツイートすると、規制される。ジンギスカンは、モンゴル料理とは一切関係がない。日本人が羊の肉を食べやすくするために考えた料理で、モンゴルでは、 そもそもあまり肉を焼いて食べる習慣がないひらがなの中で文字の線が一番長いのは「ぬ」であるニーアキャットは 毒のある危険な生物を好む、サソリの毒でも死なないらしい。男子トイレ、女子トイレ、サッカー日本男子代表のように、男子と子供の子が使われているのは、 子,供の子の意味ではなく人や人物を表す設備語である男子で男である人という意味になる静岡県には新幹線という地名がある イルカは半分ずつ脳を休ませることで24時間起きていることができる。ソフトクリームはソフトサーブアイスクリームの略語である。 Windows のメモ帳で F5 を押すと現在の時刻が表示される。よく聞くとアナウンサーは必ず 10%10 10分を 10%10 10分と発音している。 フランス、ドイツのほとんどの小売店は日曜が定休日であるクリオネの正式名称は裸亀貝で貝の仲間である。 神様を数えるときの単位は柱。わかめを食べると紙が生えるは、科学的には証明されていない。モハメド・アリが ボクシングを始めたのは、自転車を盗んだ犯人を倒すため。山口県のガードレールは、夏みかんをイメージしているため、黄色である。 カントリーマームがしっとり柔らかいのはあんこが入っているから。猫がお魚を好きというのは日本だけの固定観念である。 世界一広いカスピ海には琵琶湖が五百五十八個入る。行く方向がわからなくなった時、人間は無意識に左に行く傾向がある。 エレベーターで回数を押し間違えたときボタンをダブルクリックするとキャンセルできることがある猫は人間が認識することができる光の6分の1の光の強さでも 認識することができる世界史のセンター試験では同じ記号が4回続いたことが一度もない豚に真珠は 日本のことわざではなくイエス・キリストの言葉であるチビとハゲは同じ漢字であるホッキョクグマの毛は透明で 中が空洞になっている。タラちゃんには将来妹ができる。名前はフグた人で、昆布が 海の中でだしを出さないのはうまみ成分であるグルタミン酸が昆布が死んでからでないと外に流れ出ないためであるコカ・コーラが最初に発売された時のネーミングは脳を刺激する知的飲料 商店のオープニング曲には歌詞がある。ボールペンはボールポイントペンの略語である。中断している事柄の方が 記憶に残りやすいことを「災がる肉効果」と呼ぶ全人口の左利きは右利きの人に対して1割程度しか存在しない。 ダイヤモンドでできた星があるタイヤの生産量が最も多い国は日本である金属のかぶせものは一応患者さんに お持ち帰りしますか?」と聞くが「いらない」という人のものを貯めておくと驚くような価格になるというプレーリードッグの巣穴には複数の部屋があり子供用の部屋寝室 トイレ、食料用の部屋などに分かれているマイナスドライバーを持ち歩いていると罪に問われる可能性があるがプラスドライバーなら罪には問われない。 かつてモナ・リザが行方不明になった時ピカソが犯人として疑われた寝る直前に歯を磨くと歯茎が刺激されメラトニンの分泌量が減るため寝つきが悪くなる 月は地球から年間3.8センチ離れていっている蝶の数え方は1頭2頭使い捨てカイロのシェア世界一は 日本である。日本の法律では死後24時間以内は仮装してはいけないシンクロの選手は競技中髪をゼラチンで固めている。 「目から血のビームを出すトカゲがいる」「ソーセージは腸詰め食品全般でウインナーはソーセージの一種で羊とヤギの腸でできたソーセージのことである」 レトのイノシシドシは中国、台湾、韓国では豚ドシとなっている。2004年、北京では24万以上のマンホールの蓋が盗まれた。 アイスブレイクとは「氷を溶かす」の役の通り相手と打ち解けるための便利な会話テクニックである福井県あたりにもティラノサウルスがいた。 宇宙空間で生命を維持する宇宙服は一着十二億円する。日本には一着しか存在しない。医療水準世界一は日本である。 山田電機の CM でおなじみの有名なあのフレーズはお笑い芸人のサマーズが考えた生命保険加入率の世界一くらいは日本である。 アカシのタコアカシダコは昭和三十八年海水の異常低温例外で一度絶滅しており現在のアカシダコは正確にはアカシダコではないクレオパトラはエジプト人ではなく マケドニア人クラゲには心臓がないほとんどの哺乳類は夢を見る。 蚊に刺されたところにドライヤーで温風を当てると熱で蚊の毒が死ぬためかゆみがなくなるセブンイレブンのイレブンの N だけなぜか小文字である 世界一値段が高いピザは一枚二十万円。昔のガリガリ君は歯茎が見えていた。卵を回転させ長く回転し続ければゆで卵。 すぐに止まるのは生卵である南極の氷の下には遺跡がある拳銃を初めて持った職業の人は警察ではなく郵便局の配達員である 豆腐は腐った豆ではないボクシングの計量が前日に行われるのは重大な事故を防ぐためである体重の計量と試合が近すぎるとあまりにも過酷で非常に危険なのである 喉が痛い時にマシュマロを食べると痛みが和らぐ。これはゼラチンが喉を保護してくれるため。世界で最も長く続いている一族は日本の皇室である。 サメで死ぬ人よりも自動販売機で死ぬ人の方が二倍ほど多い怒った時に流した涙と比べて嬉しい時の涙は甘いうなぎの刺身がないのは 鰻の血液に毒があり加熱しないと毒が消えないためである日本で初めて鉛筆を使ったのは徳川家康であると言われている戦場ではたとえ敵だとしても 衛星兵に攻撃してはならない白髪と黒髪は体の色に違いはない両者の違いは口の形である太刀魚は立って泳ぐ 私たちは平均して九十二日、つまり二千二百八時間もの時間を便座の上で過ごす。練習用の三味線は犬の皮が使われている。 訓読みの「訓」は音読みである電気工事に携わる人たちは左手はポケットへという原則を守り続けているローマに本部を置くだけで領土を全く持たない国がある。 スウェーデンでは白らを使って市長選挙が行われていた理想的な椅子の高さを求める公式がある「社会の窓は」はもともとラジオ番組の名前。 五三年の駅の舞台となった金沢作の最寄りの駅の名前は五三年駅ヒュー・ウィリアムズという男性は海難事故で奇跡的に助かっているスワヒリ語で唐辛子をピリピリと言う 白いポストがある。お中元があるが、お上元、お下元もある。除夜の鐘といえば、百八発だが、鐘についている突起も、百八個。 静岡県には地名という地名がある。中日ドラゴンズのドラゴンはオーナーの干支が由来。地震の震度は平成7年まで気象庁の職員の感度で決めていた。 空気に触れるだけで発火する石がある22年間歌詞がなかった国家がある声優業界用語で山田康夫栗田寛一方式というものがある ワシントンは昔汚い町だった川端康成は中学時代作文の成績が良くなかった音楽家のバッハもヘンデルもビバルディもカツラ 勝手に動き出す巨石がある史上最年少の天皇は1歳日本初の時計は水時計東京と大阪では お好み焼きの切り方が違う CD の直径が1 2トルなのはベートーベンの「第9」が入るようにするためタレント陣内智則はタレント剣道小林に 眼鏡をフライパンで炒められたことがある鹿児島県は日本で唯一青酒の醸造メーカーがない県「サザエさんの第一話だけカツオの声は大山信よ ヒトラーは平和を唱えていたことがある声優は油が落ちるのがいけないとウーロン茶は飲まない食大用こんにゃくという名の植物は7年に2日だけ花を咲かせるが その花は腐った果物から腐った魚の匂いに変化する中華料理の回転テーブルはメグロガジョエンが考案した日本のものフランスで 豚の名前にナポレオンと付けると罪になるドバイでは女性車両に男性が乗ると罰金を取られる中世のヨーロッパでシラミのような虫が裁判にかけられ 虫に刑が執行された記録がある世界一読まれているのは聖書二番目は毛沢東語録三位が「ハリー・ポッター」シリーズである風呂敷の由来は「 銭湯で風呂上がりに敷く布。イタリアのサンマルコで、鳩に餌をやると、罰金刑になる。リカちゃん人形の靴は、間違って飲まないように、苦い味がつけてある。 アップルのロゴにはかじられていないバージョンもあったスティーブ・ジョブスが選んだ理由はリンゴらしいから丸亀製麺は香川県ではなく兵庫県の会社百貨店 三越の名前の由来は名字の三井と屋号の越後屋から一文字ずつ取ったもの高架の周りにギザギザがついているのは削って小さくしないためジーンズは もともときなり色。リーヴァイスが虫よけに、インディコ染めにして、売れた。左手の薬指につけるのが、結婚指輪。小指につけると、新たな恋のチャンスに恵まれるという。 ドルガバにはうなぎの皮を使った靴があるルイ14世は低身長でハイヒールを履いていた世界の流行食は国際流行食委員会が年2日間の会議で決める イルミネーションが冬に行われるのは日が暮れるのが早いから日本にコーヒーを持ってきたシーボルトは健康食品として紹介した日本最古の物語は竹取物語で 貴族を批判したアンチ・藤原氏の創作と言われる。日本ではポジティブな意味で使われるグッドサイン。しかし、イタリアでは侮辱のサイン。 ほとんどの銀行に観葉植物が置いてある理由はもしも銀行強盗に襲われた時に犯人の身長の目安が一目でわかるようにするため南極ではどんなに寒くても人が風邪をひくことはない これはあまりの寒さでウイルスが存在していないため掃除機のコードについている赤いテープと黄色いテープ赤はこれ以上は引き伸ばせませんという意味で黄色は ここまでは伸ばして使用しないと中に熱がこもってしまい発火の原因につながるという意味があるカツラをつけたまま火葬するのは禁止とされている七夕の 織姫と彦星は恋人同士ではない。禁煙を開始する前、最後の一箱は普段とは違う、まずいと感じる銘柄にすると成功率が上がる。 鉛筆一本で5 6トルもの距離の線を描くことができる足の裏を除菌ティッシュで拭くと蚊に刺されにくくなる出雲大社の正式な読み方は「 出雲大社ポテトチップスは燃えやすく着火剤の代わりになるうなぎの波と特上の違いはうなぎの大きさだけ味の違いはない。 日本はコンビニの数よりも歯医者の数の方が多い布団を干した時の嫌な匂いはダニの死骸や糞の匂い千円札五千円札一万円札には どれも、に、ほ、んの文字がどこかに印字されている。水が沸騰する温度。エベレスト山頂は71度。富士山の山頂は87度。 富士山は、無人禁金星だった。明治五年以降に、女性も登山できるようになった。アメリカの電子レンジの説明書には、猫を電子レンジで乾かさないこと、と書いてある。 イメージによって重さの判断が変わることをシャンパンティエ効果と呼ぶ。手の指の中で最も爪が伸びるのが早いのは中指である。一番使う指だから爪が伸びるのが早いのだ。 オリンピックメダルといえば丸い形のメダルを思い浮かべるが過去には四角いメダルもあった「きれい」はタイ語でブスという意味である。 大相撲のインタビューで、インタビューを受けている際、はあはあと息を切らしている力士が多いが、これは取り組みが終わったからというより、次の取り組みに間に合わせるように、インタビュー室まで走ってきていることの方が大きい。 薬としというのは統計学であるムックのモデルはジョン・レノンである靴ひもを結ぶ時 結び目に水を数滴垂らしてから強く結ぶとほどけにくくなる南極の氷河のおよそ3%が天ン,ンのおしっこからできている インド発祥のスポーツ、カバディ。競技中に常に言う、カバディというこの言葉。これがどういう意味なのか、インド人も知らないのだそうだ。野球の始球式の空振りは、 日本で生まれれたとされている。日本で最初に始球式をした時投球を行った政治家教育者の大隈重信が偉すぎて打者が空振りをするしかなかったという逸話に由来する説がある。 東西南北と書いてよもひろと読む名字がある。部屋着と寝る時の服装を分けた方が寝つきがよくなり睡眠の質も高まる。 キツツキとは木をくちばしなどでついて虫をとるすべての鳥を表すものであるためキツツキという名の鳥は存在しない日本放送の方がフジテレビに比べ小規模な会社だが フジテレビの筆頭株主となっているオウムは鏡に映る自分の姿を認識することができる入院費は 各病院によって異なり一般病棟の入院時の基本料金は患者数に対する看護師の割合によって定められるベートーベンの「月光」という曲名は本人が名付けたものではなく 後世に広まったこの曲はベートーヴェンが月光の下で作ったというデタラメな設定が定着し曲名としても認識されるようになったのだできちゃった結婚のことをアメリカでは ショットガン結婚という嫁の父が怒ってショットガンを持って乗り込む様子を表している落語の寄席ではかつてろうそくに明かりがともされており最後に登場する人が ロウソクの芯を打って消す役割だったことから、真打ちという呼び名が生まれた。ロッテと楽天は、ともにパリーグに野球チームを持つ別企業であるが、中国語でロッテのことを楽天と表記するため、 ロッテは日本国内でも楽天の商標を一部の分野で登録しているモナコのモンテカルロカジノには年間約700万人の客が出入りし収益は10億ドルを超える。